はい、こんにちは、パソケンです。今回ですね、無料で使えるですね、高機能なパソコンの画面をですね、録画する、アプリのですね、使い方についてですね、説明していきます。私の動画でも過去にですね、Windows 10で標準のですね、録画アプリっていうものが実は存在していまして、Windows キーと G キーを押すことで録画をですね、することができたんですけれども、なかなかですね、使い勝手が、そこまでよ、いいわけではなくて、なおかつですね、その画面を取り込むところの指定も自由にできないっていうところであったり、あとはマイクのですね、音声を取り込むことはできるんですが、パソコン内での再生された音、システム内部のですね、音を録音することっていうのができなかったので、ちょっと使いづらいっていうことがありました。この OBS というソフトは、Windows 10の標準ソフトとは違ってですね、画面を録画する範囲の指定とか、あとウィンドウのですね、指定というものができます。なので、例えばですね、開いているブラウザをですね、指定して、そこだけをですね、画面録画、しておけるとか、あとはですね、デスクトップ画面のここからここまでの範囲で、録画するとか、そういったこともできます。あとですね、内部のシステムの音もですね、録音することができますので、喋ってるですね、内容は、自分が喋ってるマイクの音だけではなくて、相手がですね、例えば通話の時に喋ってる音っていうものも、もちろんですね、録音されるようになっています。でしかもですね、こういった機能がですね、優れているにもかかわらず、基本的にはですね、無料で使えるというもので、入れておいて損はないかなというものになっています。で、このですね、OBS というソフト、そもそもですね、どういったアプリケーションなのかというと、もともとはですね、ゲームとかをメインにですね、ライブ配信する、例えば、YouTube とかでライブ配信するとか、そういった時に使われる、そういったためにですね、使われる、アプリケーションなんですけれども、そのですね、配信以外の機能として録画機能もあって、で今回はですね、その OBS の録画機能だけのですね、ところにフォーカスをして、インストールからですね、 OBS のインストールから、録画機能の基本的なですね、操作とか使い方についてですね、順番に説明していきます。まずですね、はじめにこの OBS のですね、インストールの仕方についてですね、説明していきます。ブラウザですね、立ち上げていただいて、そしてですね、OBS と入力します。そうするとですね、大体1つ目にですね、この OBS の公式のサイトが出てきますので、そちらをですね、クリックしていただいて、公式のですね、ページの方に飛んでください。で一応ですね、この公式のページの方の URL ですが、概要欄の方にですね、貼っておきますので、そちらからですね、ページの方に飛んでいただいても大丈夫です。で、OBS の公式のページに飛んでいただいたらですね、上にですね、ホームダウンロードとかっていう、メニューがありますので、ここでですね、ダウンロードの、ところですね、クリックしていただいて、そしてですね、 Windows のマークですね、今回 Windows のインストール、 Windows でのインストールを行っていきますので、 Windows の方のアイコンをですね、クリックしていただいて、そしてですね、この状態で画面少し下のですね、ダウンロードインストーラーをですね、クリックします。ダウンロードインストーラーをですね、クリックするとダウンロードが始まりますので、完了次第ですね、このインストーラーをですね、起動していきます。で、セットアップの画面がですね、英語になりますけれども、基本的にはですね、次へ次へを押していけば、特にですね、設定するところはないかなと思います。でこのですね、OBS のセットアップが、起動したら、まずですね、NEXT ボタンをクリックします。でもしですね、このように OBS スタジオセットアップのところで、警告のですね、画面が出てきて、このですね、警告が出てきた場合は、とりあえずですね、はいを押します。でこれはですね、何かというと、この OBS をですね、インストールするために必要な、別のですね、プログラムがあるんですが、それもですね、インストールする必要があって、もしパソコンにまだ入っていない場合は、それをインストールしてくださいというようなですね、ものになっています。なので、こちらですね、はいを押していただくと、そのですね、必要なアプリケーションを、ダウンロードする画面が出てきます。で、このですね、Visual C++2017というですね、この、アプリケーションを、入れる必要がありますので、こちらのですね、文字をクリックします。で、ダウンロードの方が終わったら、インストールの方を行ってください。で、クリックするとですね、このインストーラーが起動しますので、ここでですね、ライセンスのですね、同意のところ、チェックボックスにチェックを、クリックしてチェックを入れていただいて、インストールのボタンですね、をクリックしてください。
で、セットアップ完了と出ますので、そうしたらですね、これ閉じてもらって大丈夫です。で、これでですね、必要なアプリケーション、ですね、OBS に必要なプログラムの、インストールが完了となりましたので、もう一度ですね、先ほどインストールした OBS のですね、インストーラーを、起動して、インストールの方を行っていきます。で、もう一度ですね、インストールのセットアップ画面になりましたら、NEXT ボタンをクリックします。で、ここでですね、先ほどプログラムをインストールしたので、警告がですね、もう出なくなっていて、次の画面が表示されるはずです。で、ここではですね、ライセンスのですね、内容となっているんですが、このままですね、右下の NEXT をですね、クリックします。そしてですね、次は、どこにですね、インストールするかっていうところなんですが、基本的にはですね、この初期設定のままでですね、問題ありません。で、このままですね、今回は初期設定のままでインストールしていきますので、このままで、右下のインストールをですね、クリックします。インストールの方が終わったらですね、最後にフィニッシュのですね、ボタンをクリックします。OBS のインストールが完了となります。OBS のインストールが完了して、最初にですね、OBS を立ち上げると、このようにですね、自動構成ウィザードという画面がですね、表示されますので、今回はですね、まあ、録画のために使うっていうことになるので、このですね、3つのうちの、真ん中のですね、録画のために最適化し、配信はしないというところですね、こちらにチェックを入れていただいて、次をクリックします。で、続いてですね、映像設定とか、っていうのが出るんですけれども、基本的にはですね、この、初期設定のままで問題ありません。後でですね、変更もできますし、とりあえず、このまま次をクリックします。で、そうするとですね、この、録画エンコーダーのテスト中っていう風に出まして、まあ、このですね、パソコンがどれぐらいこの性能があるかとか、ちゃんと録画できるのかみたいなですね、こう性能のチェックが、働きますので、しばらくですね、待ちましょう。はい。で、最終結果ということで、テストが完了するとですね、下にですね、どういった、設定が一番いいのか、理想的なのかっていうものが、下に表示されますので、まあ、この内容でですね、やるのが一番、まあ、ベストだっていうことになってます。まあ、基本的にはですね、ここから特にいじらなくても、このまま使っていただければ問題ないかなと思います。このままですね、設定を適用をクリックします。で、これでですね、この OBS の初期設定まで完了となりますので、あとはですね、ここから実際にですね、録画するための設定ということになります。で、まずですね、OBS の方が立ち上がったらですね、どのですね、画面を取り込んで、録画するのかっていうのをですね、設定していく必要があります。で、そのですね、設定なんですが、画面下の方にですね、ソースというものがあります。で、こちらのですね、下の方にプラスマイナス、歯車の、マークですね、あと上と下の矢印があるんですが、このですね、プラスのボタンをですね、クリックします。で、そうするとメニューが表示されますので、まずはじめにですね、画面全体のですね、画面の取り込み方についてですね、やっていきます。で、その場合は画面キャプチャーを選択します。そして、ソースを作成選択という画面が出ますので、そのまま OK ボタンをクリックします。で、これでですね、このデスクトップ画面全体を取り込みということになりますので、もしですね、デスクトップ画面全体を取り込んで、すべてをですね、録画、取り込みたいと、録画したいという場合は、このままで、録画していただくことになります。で、もしくはですね、例えば、Zoom とか、こういったですね、Zoom とかを、の画面のみをですね、取り込んで録画したいとかっていう場合ですね、は、このですね、アプリを指定して取り込むことができます。で、その方法はですね、先ほどのですね、ソースのところの下のプラスのボタン、同じようにですね、押していただいて、ウィンドウキャプチャーですね、をクリックします。こちらのですね、ソースを作成選択もそのまま OK を押します。で、続いてですね、このウィンドウキャプチャーのプロパティというのが出ますので、その画面下のところにウィンドウって書かれてまして、今ですね、この、アプリがですね、指定されているんですが、こちらをクリック、左クリックを押していただくと一覧が出ます。で、その中から取り込みたいアプリを選びます。で、今回はですね、ズームを実際に取り込みますので、この zoom.exe のズームですね、こちらを選択します。で、そうすると今ですね、ズームに切り替わりました。取り込み画面がですね。で、この状態で OK ボタンを押します。で、そうすると取り込んだ、Zoom の画面がですね、今この OBS の画面上に表示されています。で、ここでですね、表示されているこの上のですね、画面が、録画される画面ということになります。
で、これ今どういうことかというと、最初にですね、画面キャプチャーでデスクトップ画面全体を指定した後に、ウィンドウキャプチャーでズームを、選択した状態なので、このデスクトップ画面全体を映りながら、ズームの画面も、この今のこの見えてる状態のまま録画されるということになります。なので、例えばですね、ズームだけを取り込みたい場合っていうのはですね、この、ソースのところの、今ですね、2つ追加したんですけれども、この、例えば画面キャプチャーを取り込みたくなくて、このズームのみを取り込みたい場合は、この画面キャプチャーを無効にする必要がありますので、その場合はですね、画面キャプチャーの文字の右側にですね、この目のようなアイコンがあるんですけれども、こちらをですね、1回クリックします。そうすると、斜めにですね、線が入って、これが無効化ということになります。なので、今までデスクトップ画面が映ってたところがですね、黒くなっているのがわかるかなと思います。でこの状態だとですね、ズームのみが、録画されるということになります。で逆にですね、このウィンドウキャプチャーの方を、無効にして、そして画面キャプチャーの方を有効にすると、またデスクトップ画面だけが映るような状態ですね。で両方とも有効にすると、このように両方とも映って、でこのですね、範囲の指定は、ドラッグすることで配置とかも決めることができます。なので、この見たままの状態が、そのまま録画されるということですね。でまたですね、このソースなんですけれども、どんどんですね、プラスで追加していくといくつもですね、増えていきます。で、このですね、ソース、右側のですね、目のマークをクリックすることで有効無効できるんですが、もう絶対使わないとか必要ないものっていうものに関しては、対象のものをですね、右クリックをしていただくとメニューが表示されます。なので、ここからですね、削除を押していただくと、このですね、ソースから、指定のですね、キャプチャーしたものをですね、削除することができます。で位置も自由に変えれますし、大きさも、変えることができます。で、このソースのところを、いろいろですね、設定していただいて、どれをですね、録画するか、取り込みがですね、設定終わりましたら、続いてですね、このソースの右側の音声ミキサーというところをですね、見てください。でこれは何かというとですね、今デスクトップっていうところと、項目とあとマイって書いてあるんですが、これはマイクの設定になります。で音声ミキサーというのはですね、この録画した時に一緒にですね、音を、どの音をですね、一緒に、録音するかっていうことになるんですが、今ですねここで、マイクの方が今私が喋っているので、このようにですね有効化されて、喋ってるですね音量がこう常に動いているのがわかるかなと思います。でこれはですね、マイクを今有効化しているので、この喋ってる内容も録画開始した時からはですね、ずっと、音も、ずっと常にですね、録音されていきます。またですね、デスクトップという方は何かというと、パソコン内で再生された音を録音するかどうかのですね、設定になります。なので、例えばですね、ズームとかで、そのミーティングしている内容ですね、通話の内容とか画面の内容だけではなくて、相手の声とか自分の声も両方ともですね、録音してその動画の中に、音を入れたいっていう場合は、このデスクトップ上の内部の音もですね、録音してあげる必要がありますので、その設定が必要となります。で基本的にはですね、初期設定で問題なくですね、取り込まれているかなと思いますので、実際にですね、何か、パソコン内で音を再生してみると、有効か無効かどうかをですね、判断することができます。で実際にですね、何か、例えば YouTube とかでも結構ですし、何か音楽をですね、流してみると、はい、こんな感じでですね、今、BGM を流しているんですが、デスクトップの方でもですね、音量ゲージがこう動いているのがわかるかなと思います。でこの音声ミキサーのデスクトップのですね、まあ、このパソコン内部の音で、何かですね音を再生してみても全く反応がない場合はですね、もしかしたらこの、Windows 10 の、デバイスの設定のところで音量のミキサーがですねミュートになっているか、もしくは最小のですね音量になっている可能性がありますので、その場合はですねデスクトップ画面の、右下にですねこのボリュームのアイコンあるかなと思いますので、こちらをですね右クリックをしていただいて、そして音量ミキサーを開くをクリックします。でそうするとですね、この音量ミキサーのですね画面が出てきますので、ここからですねシステムオンというところのボリュームをですね確認してみてください。もしこれがですねミュートになっていれば、このようにですね赤の横線でミュートという風になっているかなと思います。でこれがある場合はもう一度このですねアイコンをクリックするとミュートが解除されます。もしくはこのボリュームですねが、0になっている場合はですね音量が全く入りませんので、ここだけですね、
確認の方してみてください。でここでですね、ちゃんと有効化してるんだなということを確認して、でそれでまあ録音の方ですね実際に行うんですが、あとはですねここで音声のですねミキサーで自分が喋っているこの下のマイクのボリュームと、デスクトップ、つまりですねパソコン内で再生される音のバランスを調整してあげてください。で今ですね喋っている声のマイクのですね音量が緑のギリギリですね黄色いくかいかないかところで止まっているんですが、デスクトップの方も同じようにですね緑のところで、まあ、ある程度ですね近い位置同じぐらいのゲージのところで、推移しているので、まあ、バランス的にはいいかなっていうものになります。このデスクトップの音量とマイクの音量を同じぐらいにしておくことをですね意識してみてください。でここでですね調整したい場合にどちらか一方が大きい場合は、この例えばデスクトップの再生の音量が大きい場合はデスクトップの画面のですね青いゲージがあるので、この青いゲージのつまみをですね左側にスライドしていくと全体的に音量を下げることができます。で右側にすると、音量を大きくするような形ですね。なのでこちらでの調整と、あとはですね実際に再生しているその音のプレイヤーの方での音量で調整してあげて、うまくですねこのマイクの方と、合うようにですね調整の方を行ってください。でもしここでこのようにですねゲージが一切ですねこう緑のゲージが動かずに、認識されていない場合は、その場合はですね画面右側のですね設定のところですねクリックします。で設定からですね左側に音声という項目がありますので、こちらをクリックすると一般グローバル音声デバイスメーターというふうに項目があるんですが、グローバル音声デバイスのところを見てください。でデスクトップ音声というのがパソコン内で再生される音になります。でここがですね今規定となっていますけれども、もしここが無効になっている場合は規定にですね設定し直してあげてください。でデスクトップ音声2の方は無効のままで大丈夫です。続いてですねマイク音声ですけれども、マイクが、うまくですね認識してなくて音を、拾っていない場合は、このマイク音声のところでデバイスを正しいですねマイクのものにですね設定してあげてください。そしてその状態で右下の適用ですねをクリックして、最後に OK ボタンをクリックします。でこれでもう一度ですねマイクの方がですねちゃんとこうゲージが動いているかですねを確認してみてください。であとですねこの OBS の方でのデバイス音声ミキサーの設定を行っていたとしても、アプリケーションごとでもですねデバイスの設定というのがあるので、例えばですねここで言う、今映っていると思うんですが、この、Zoom の設定もデバイスの設定というのがありますので、この、オーディオのところですね設定からこの設定ですね、Zoom であれば Zoom の設定からですね、オーディオをクリックしていただくと、スピーカー、つまりスピーカーというのはパソコン内で再生されるもの、パソコンで、まあ、自分が聞き取るですね、音、そしてマイクの方は、喋りかけるマイクのですね、デバイスが、設定されているかどうかですね、ここを確認してみてください。システムと同じとあるんですけれども、これはですね、基本的にはこれで、このシステムと同じで選択していても問題ないんですが、パソコンがこの Windows 10側でのですねデバイスと同じっていうことになるんですけども、もしこれでうまくいかない場合はしっかりとですねここでデバイスを指定してあげてください。あとはですね音量とかっていうのもですね調整することができます。でこちらもですね確認していただいたらですね OK ボタンで、まあ設定の方完了してみてください。で音声ミキサーの方の調整が終わったら、続いてはですね録画するですね設定、どういったですねファイル で録画するのか、ファイル形式で録画するのかとか、画質の設定とかも行うことができます。そのですねやり方は画面右下にあるですね設定をクリックしていただいて、設定画面からですね出力のところですね見ていただくと、今ですね録画ファイルのパスっていうのが初期設定はですねこのユーザーの、中にあるですねビデオ図というですねフォルダに、録画したものがですね保存されていきます。保存先の指定ですね。でここをですね変更したい場合は、画面右側の参照ボタンからですね保存先に指定したいフォルダをですね選択して、フォルダの選択ボタンをクリックしましょう。でこれで変更することができます。またですね録画の品質とか録画フォーマットとかっていうものも選ぶことができるんですけれども、こちらはですねパソコンのスペックによってですね
この設定っていうのは異なりますので、この録画品質をですねいろいろと調整してみて、重くないですね、ものに指定してあげてみてください。あとはですね、録画フォーマットも初期設定で MKV となっているんですが、まあ他のですねデバイスとかで再生したりとかっていうことを考えたら MP4 にしとくのが一番まあ無難かなと思います。でこのあたりですね、設定の方を行ったら最後に適用ボタンをクリックして、そして OK ボタンをクリックします。基本的なですね設定は以上となりまして、このソースの設定、つまり画面の取り込みをどれをですね指定するか、サイズをどういう風にするか、もしくはですね、あとはですね音声ミキサー、デスクトップ、パソコン内で再生される音の設定を、ボリュームの設定、そしてマイクの設定、マイクボリュームの設定、最後にですね、この録画した保存先の設定とか、画質とか、あと、ファイル形式のですね設定というところになります。でこれだけですね設定してしまえば、あとはですねこの録画開始をですねクリックすることでもうすぐにですね録画が開始されます。で録画開始している最中はですね、この、画面右下にレックというところで赤い点のマークがつきますので、この最中はですね録画されているもと見ていただいて大丈夫です。で一度ですね録画されてしまえば、このですね OBS は最小化していただいても、その指定してあるですね画面のところは常にですね録画され続けています。でまたですね録画している最中、画面右下の OBS のマークですね、でもですねこの赤い点のマークがついているのがわかるかなと思うんですが、こちらはですね録画している最中だよというこの赤い点の、マークになります。で録画をですね終了したい場合はですね OBS また、画面をですね開いていただいて、そして、録画終了のボタンですねをクリックします。はい、でこうするとですね録画がまあ完了となりまして、先ほど指定した場所にですね録画したものがですね保存されますので、こんな感じでですね保存されますので、まあ、確認再生して確認することができます。はい、こんな感じですね。で以上がですね基本的なこの、画面の取り込み、画面の指定ですねと、あとは音声の設定と、あとはですね、保存先の設定というものになります。